ケナガマンモスは、哺乳工長美木造化マンモス属の一種である。英名から、ブーリーマンモスとも、マンモス属を代表する種であり、日本でマンモスといえば大半は、この種を指す。マンモス属としては中型で、ユーラシア大陸の広範囲や北海道、北アメリカ大陸に生息していた。シベリアからは時折、南大部が保存された標本が永久凍土から発掘されている。 全身骨格人間と五種のマンモスの大きさ比較。ケナガマンモスは赤色。ケナガマンモスを含む絶滅した様々な像の化石は古くからヨーロッパ人に知られていたが、それらは聖書の記述に基づいて巨獣や巨人のような伝説の生き物の遺体として解釈されていた。18世紀に入るとアイルランドの収集家、 ハンススローンやフランスの博物学者ジョルジュ・キュビエラが巨人の骨イコール像の骨という認識を示し1799年にドイツの動物学者ヨハンフリードリヒ・ブルーメンバッハが最初の像を意味するエレファス・プリマジニアスの学名を与えた1828年イギリスの解剖者ジョシュア・ブルックスは自身の所有していたケナガ・マンモスの化石にマムーサス ボレアリスの革命を与え発表した。マンモスという言葉は少なくとも17世紀初頭から使われていたが、その由来はよくわかっていない。シベリアの少数民族マンシニ人の言葉で、大地の核を意味する、ママットに由来するという説や、アラビア語で巨大な獣を意味する、メイヤマットに由来するという説、エストニア語で大地を意味する、まあ、あるいは、 モグラを意味する、マットに由来するという説などが唱えられている。分布図ほとんどのケナガマンモスの個体群は、他の氷河期の主要生物と並んで、後新東高期から関心予初期にかけて消滅した。この絶滅は4万年前に始まり、1万4000から1万1500年前にピークを迎えた第4期の大量絶滅の一部を形成した。科学者は、 その生息地の収縮を引き起こした主要因が狩猟や気候変動であるのか、それとも二つの組み合わせによるものであったのかについて意見が分かれている。原因が何であれ、大型哺乳類は生息数が少なく再生率が低いことから、一般的に小規模哺乳類よりも脆弱とされている。ケナガマモスの個体群は一瞬でそのすべてが消滅したわけではないが、 徐々にその数を減らしていった。ほとんどのケナガマンモスは14000年から1万年前に絶滅し、9650年前にシベリアのキテク半島に存在していた個体群を最後にシベリアからは姿を消した。アラスカのセントポール島に残存していた北米最後の個体群も紀元前3600年頃に絶滅した。そしてウランゲリ島に残っていた。 地球最後の個体群も、紀元前2000年頃に絶滅し、地球上から完全に姿を消したケナガマンモスの生存説は古くから主張されている。19世紀には、シベリアに暮らす少数民族によって、巨大な生物の報告がロシア当局に何度か伝えられていたが、科学的な証拠はこれまでに浮上していなかった。1899年10月には、 ヘンリー・トケマンという人物がアラスカ州で射殺したマンモスの標本をスミソニアン協会へ寄付すると表明したが、博物館はその話を否定した。フランスの臨時代理大使エム・ギャロンは、シベリアはその広大さからくまなく調査することは不可能であるため、ケナガマンモスが生き延びたと完全に排除することはできないが、これまでの研究から最も新しい個体群でも、 数千年前に絶滅したことが分かっている。生存説の大半は、ケナガマンモスの死体を目撃した先住民によって誇張され、伝わったものだと考えられている。知名度に引い出た絶滅動物のため、古今東西の多くの作品に登場している。ありがとうございます。